立ち上がり1回の表ツーアウト満塁フォアボールデッドボールフォアボールランナーをピッチャーの小池自ら3人を返します。二塁ランナーそして一塁ランナーも返したという小池の先制走者一掃のタイムリーツーベース。まずは3点を先制した海城高校。続く2回は8番の金森キャッチャーの金森からというところで変化球うまく合わせました。風にもロッテレフトスタンド入っていきました。金森のホームランで追加点。一塁側盛り上がります。本人もガッツポーズ。首を爆発させました。4対0になります。3回の裏の豊島学院ここまでヒットなく来ていた小池から須崎がチーム初ヒット。またランナーが進んで井上盗塁となって進んでいました。須崎がホームに帰ってきまして1点を返します。6回の表海城高校は2アウト満塁。そして樋口の当たりあらかじめセンターが右に守っていました。豊島学院の守備範囲守備位置を浅野が取りました。そして7回の裏の豊島学院ワンアウトランナー3塁からうまくバットに乗せました。真の犠牲フライレフトへのフライ3塁ランナー帰ってきました。これで点差が2点反撃のムードが高まります。しかし8回の表海城高校この新作の当たりセンターフライこの高送球浅野よく取って反転して3塁ランナー動けず。これでチャンスがついえたかと思われましたが小田です。ショートへの当たり懸命のプレーを見せましたが印南迷うことはできません。三塁ランナーが帰ってきまして5対2となります。そして8回の裏ワンアウト満塁ここで小池の変化球を抑えました。細で今日は140球以上投げたというこの小池。そして石崎のこの当たりサードのオーダー途中から入った2年生よく取りました。ファインプレーで3人残塁という形に終わりました。そして9回の裏豊島学院ツーアウト1塁というところで左中間深い当たり追っていって途中から入った目黒が追いついたセンターフライ最後は素晴らしい守備見せてくれました。非常に引き締まった一戦となりました豊島学院対海城高校の一戦です。